アラン・カートライト・アラン・ジョージ・カートライトは、イギリスの元ベーシスト、首都ロンドン出身、ロックバンドプロコル・ハルムの元メンバー。アラン・ジョージ・カートライトは、1945年、ロンドン北部で生まれた。1972年、彼は、プロコル・ハルムに加入したが、それ以前は、フレディ・マック賞でプロコル・ハルムの同僚となる、B.J. ウィルソンや、ロジャー・ウォリックと演奏を共にしていた。 アラン・カートライトの加入により、クリス・コッピングは、オルガンパートに専念できるようになった。彼が最初に関わった、プロコル・ハルムのアルバムは、唯一の公式ライブアルバムである、プロコル・ハルム・ライブ、イン・コンサート・ウィズ・ザ・エドモントン・シンフォニー・オーケストラである。彼はこのグループで、ツアーとレコーディングに取り組んだが、プロコル・ハルムの最後から2番目のアルバムである、プロコル・ズ・ナインスが最後だった。 クリス・コッピングが、再度、ベースを引き受けると、バンドを去った。2021年3月4日に死去。2020年に胃がんと診断されていた。75歳を打つ。ありがとうございます。